フォレストグローブはアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡にある都市。同州の最大都市ポートランド市の4 0ートル日市に位置する。かつては小さな農村であったが、現在ではポートランドの主要なベッドタウンの一つとなっている。1840年代に初めて入植。1850年に外区整備が行われた後、1872年に 法人化され、ワシントン軍で最初の死となった。2000年の国勢調査の時点における人口は17,708人だった。2007年現在の推定人口は2775人で、ある、テュアラティン渓谷の内部に位置する。オレゴン州道6号線、8号線、47号線がフォレストグローブを貫いており、 その中でも47号線と8号線は、テュアラティン渓谷ハイウェイの名称で知られている。パシフィック大学は、フォレストグローブの歴史の中で重要な位置づけをなしている。同大学キャンパスにあるオールドカレッジホールは、市内の他の9つの建築物とともに、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。 ヨーロッパ系アメリカ人が入植する1840年代より、前には、カラプや民族系のアトファラティ族が、後のフォレストグローブの地にある、テュアラティン平原に住んでいた。1841年になると、アルビンティ・スミス、アビゲール・スミスらが、オレゴン街道をたどって西テュアラティン平原と、知られていた土地に今日構えた。彼らは、ヘンリー・ハーモン・スパルディングと越冬し、秋には後に、 フォレストグローブとなる地に到着した。彼らは宣教者になることを目指していたが、ほとんどの原住民がヨーロッパ由来の病気に倒れてしまったために頓挫した。1850年2月1日、スミスは同地の初代郵便局長に就任し、スミスのマルタ小屋は郵便局として用いられることになった。1920年頃のパシフィックアベニュー、 オレゴンジオグラフィックネームズによれば、フォレストグローブの名は1851年1月10日、テュアラティンアカデミーの理事会議にて採択された。フォレストグローブの住民で、同行理事のジェイクイン・ソーントンが、彼の加算にも使っていた、この名称を提案した。フォレストグローブは、パシフィック大学キャンパスに現在でも生い茂る多くの、林を指している。最終的に、 フォレストグローブの名称は1858年12月31日に導入された。同市は1850年に外区整理が行われた。1860年の人口は430人だったが、1870年には396人に減少している。1872年、フォレストグローブが州によって法人化、ワシントン軍で、 最初の市として成立した。1880年、現在のチェマはインディアン学校の前身が同市に開学したが、1884年にセーラムに移転した。1900年における人口は1300人まで上った。1908年にはオレゴン電気鉄道が市内でサービスを開始した。現在、フォレストグローブには10の国家歴史登録材がある。 また、クラーク地区の全18街区には1900年以前に建てられた多くの住居があり、最も古いものでは1854年まで遡る。中でも重要な建築物に、アルビンティ・スミス邸、第一科学者、キリスト教会、オールド・カレッジ・ホールがある。テレビ番組、ノー・ウェア・マンの撮影がフォレストグローブで繰り返し、行われている。フォレストグローブ氏は、 北45度31分17秒整形123度6分32秒、北45.52139度整形123.10889度、45.52139-123.10889に位置している。これは、ポートランド都市県及び、ウィラメット渓谷の生誕にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 同市の面積は1 2 3ートルで、そのうち1 1 9ートルが陸地2.75%にあたる0 3ートルが水面である。また、オレゴン州最大のジャイアントセコイアがフォレストグローブにある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人高構生年齢別人高校生世帯。 家族収入と家計パシフィック大学入り口フォレストグローブの主要教育機関にパシフィック大学がある。フォレストグローブはコーネリアス、ゲールズクリーク、リリーと共にフォレストグローブ公立学区が初等中等教育が提供している。フォレストグローブは一箇所の姉妹都市を持つ。ありがとうございます。